ありがとうございます。今年もしずっちの担当になりました広大です。りょうたろうです。選手の素顔に迫っていきたいと思います。それではやっていきまーす。しょうです。じゃあ今からしず大の注目選手にインタビューしに行きたいと思います。行きましょう。りょうたさん、今年の東海リーグの目標を教えてください。今年の東海リーグの目標は、去年あまりできなかったクロスをうまくやってアシストを目指していきたいと思います。頼みます。お願いします。頑張るさん、抱負お願いします。去年は結果が足りなかったので今年はゴールとアシスト合わせて10を目標に頑張っていきます。じゃあ最後にリフティングの技見せてもらいましょう。してくれや。すごい。これ何秒っすか。これは2分だね。じゃあハルさんからいきます。今シーズンの目標教えてください。今シーズンはコンスタントに試合に出るところを見込みしてやっていきたいなと思ってます。いいですね。あ、触ってますよ。翔さん、静大の魅力を教えてください。広い。さあ2年生の部室に潜入していきたいと思います。さあこんにちは2年生。こんにちは。じゃあ一人ずつマイブーム聞いていこうかな。はい、AFX です。 AFX、 はい。公務員の勉強です。絶対に嘘です。どうぞ。イントレです。はい、嘘です。はい、アドにハマってます。ちょっとよくわかんないです。以上2年生でした。じゃあ今年頑張りましょう。はい、さあ今年の注目選手工藤優斗選手、今年の目標をお願いします。できるだけ多くの試合に出場して点を取ってチームを勝たせることを目標に頑張っていきたいです。お願いします。じゃあ1対1お願いします。ありがとうございます。せーの、頑張るぞ頑張るぞ。最後に3年生の別室に潜入していきます。こんにちは。3年生です。イケメンがいるな。リゾさん、しずだいの魅力を教えてください。しずだいの魅力、しずだいの魅力、漢字一字で、しずだいはとても、楽しくて明るくて、はい、最後に一言お願いします。最後に一言、一言でやっぱこういうね、広報が頑張ってくれる中で、私たちも最高学年として静岡大学体育会サッカー部は今シーズン上昇というスローガンを掲げ、全国大会出場を目標にチーム全員で日々切磋琢磨しております。オフザピッチでは週に2回、地元の大谷小学校の朝の登校の見守りを行ったり、放課後ワンパークという企画を立てて小学生と触れ合う時間を作っています。またスポンサー様や大学の近くのお店と協力し清掃活動を行い、地域の方々に愛されるクラブを目指して活動しています。今年1年間松本大輔監督とともに泥臭く美しい静大フットボールを皆様にお届けします。共に戦いましょう。今シーズンの目標は全国出場です。そのために日々練習の質にこだわりながら活動しています。緊張感と活気のある練習をするためにプレーや声でチームを引っ張っています。今シーズンの静岡大学サッカー部の活動の応援よろしくお願いいたします。東海リーグ開幕まであと4日。 4日